アメリカ軍の訓練移転などで工事が進む西之表市の馬毛島を、基地計画に反対する住民らが船で海上から視察しました。馬毛島を視察したのは、基地計画に反対する住民ら7人です。今朝、着工からおよそ7ヶ月が経過した島の現状を確認しようと、馬毛島の葉山港を目指しましたが、警備艇に入港を断られました。台風の影響で大変工事が押しておりまして、チームの工作としてはもう工事を進めたくないとの感じのことなんですよ。いや、こちらとしては県会議員さんとか市議会議員さんがもう毎日のように来るわけじゃなくて、たまに視察をしたいというだけなんです。もう10分だけでもいい。そう、必要であれば改めてまた省エネの許可の方を申請してほしいと。島への上陸がかなわなかった住民らは、クレーン付きの台船が囲む島を一周し、工事が急ピッチで進んでいる現状を確認していました。初めて間近に入れて、改めてもう工事がどんどん進んでいることにびっくりしました。